和歌山県伊都郡高野町高野山にある高野山、真言宗宗本山の寺院。高野山は和歌山県北部、周囲を1000メートル級の山々に囲まれた、標高約800メートルの平坦地に位置する。百家、寺以上の寺院が密集する、日本では他に例を見ない、宗教都市である。京都の当時と共に、真言宗の宗祖である空海。 工房大使が、修禅の道場として改装し、新言密教の聖地、また、工房大使入場信仰の山として、21世紀の、今日も多くの参経者を集めている。2004年、平成16年7月に登録された、ユネスコの世界遺産、紀伊山地の霊場と参経道の構成資産の一部。今後、ポージという事業は、明治期以降は一つの寺院の名称になっている。 しかし、金剛王寺の三号が、高野山であることからもわかるように、元来は、新言宗の総本山としての高野山全体と同義であ。本校では、金剛王寺を中心に、高野山全体の歴史、信仰、文化財について触れる。寺門は五十三切門と三つどもえ門。空海は、最長、天台宗の海祖と並び、平安仏教を開いたそうである。 著作家、書道家としても優れ、考え事業などを行った、社会事業家、送迎支援を解説した教育者としての側面も、ある。後世には、お大師様として中は伝説家、神格化され、信仰の対象ともなっており、日本の仏教、芸術、その他文化全般に与えた影響は大きい。空海は、後期五年、七百七十四年、サヌキ国病部裏、 香川県禅通寺市に生まれ、属性を佐伯市と言った。十代末から三十歳頃までは、修行期で奈良の寺院で仏典の研究に励み、時に三夜に分け入って修行した。延暦23年、804年、留学生、留学士をとして、当に渡航。長安、清流寺の経過に、密教の奥義を学び、大道元年、806年帰国している。 空海が時の佐賀天皇から高野山の地を賜ったのは公認7年、816年のことであった。空海は高い峰に囲まれた平坦地である高野山を八葉、蓮華、八枚の花びらを持つ蓮の花イコールマンダラの象徴とみな、山上にマンダラ世界を現出しようとしたものである。記述のように空海が佐賀天皇から 高野山の地を賜ったのは公認七年、八百十六年のことであり、空海が若い時に修行したことのある、この山に、新言密教の道場を設立することを天皇に願い出たというが史実とされている。なお、平安中期の成立とされる、今後法事根流修行演技には、これとは異なった海藻伝承が残されている。空海が修行に適した土地を探して歩いていたところ、 大和国内郡、奈良県五条市で、黒白二匹の犬を連れたカリウド、実は、狩場明神という名の神に出会った。カリウドは犬を放ち、それについて行くようにと空海に告げた。言われるまま、犬について行くと、今度は、木の国山の和歌山県桂木町というところで土地の神である、乳明神が現れた。空海は、乳明神から、鷹野山を譲り受け、 ガランを混流することになったという。この説話に出てくる、入明神は山の神であり、狩場明神は山の神を祀る祭祀者であると解釈されている。つまり、神聖な山に異国の宗教である仏教のガランを建てるにあたって、地元の山の神の許可を得たということを示しているのだと、されている。高野山では、狩場明神高野明神とも称すると入明神とを改装に、 関わる神として尊崇している。入明神と仮場明神は、入津姫神社に祀られている。金剛峰寺と入津姫神社は、古くから密接な関係にあり、神仏分離後の今日でも金剛峰寺の僧の入津姫神社への参拝が行われている。公認7年、816年、高野山を賜った空海は、翌年から弟子たちに命じて、 ガランの混流に取りかかったが、交通不便な山中のことで、工事ははかどらなかった。空海の在世中に完成した道具はごくわずかであり、無論、当時の建築物は現存していない。空海の高い後、弟子であり実の老いでもあったマゼンが、約20年をかけて、根本、王党などのガランを整備した。上和2年、835年には、定額時に列車管理に準ずる自覚を得たが、 俗日本語記、昭和八年二月七日上、その後は京都の同時との確執もあり、省略五年、九百九十四年には、落雷による火災のため、ほとんどの建物を失い、僧は皆、山を降りるという水防の時期を迎えた。荒廃した高野さんは、昭和五年、千十六年頃から、帝誉まれによって再興された。治安三年、千二十三年には、 藤原道長が参詣、平安末期には白川上皇、賭場上皇が相次いで参詣するなど、高野山は現世の浄土としての信仰を集めて栄え、事業も増加した。しかし、法縁六年、1140年には高野山内で勢力を急拡大させた皇居大四角版に多数の総都が反発し、トシバンがいた三つ五院を襲うなどして、 サトシン一派を、高野山から下山させた、切りもみの乱。サトシンらはやがて、寝頃寺と、新義神言宗を成立させてゆく。源平の双乱期には、高野山で出家する貴族や武士が目立つようになった。彼らは、高野山に双腕を立てて住み、仏道に励んだ。また、北条政子が、坊踏源な頼朝のために立てた金剛三万院のように、 有力者による寺院混流もあり、最盛期には高野山に二千もの同社が立ち並んだという。戦国時代、武力を蓄えていた高野山は、比叡山焼き打ちや石山合戦を行った織田信長と対立するようになった。天正九年、1581年、信長に無本した荒木村重の家臣のうち数名が高野山に逃げ込み、信長は死者を送って、 これらの引き渡しを求めたが、高野山側は、信長の死者を殺し要求にも応じなかったため、信長は、日本各地にいた高野山の僧を数百名殺害し、千人強と、する説も、さらに数万の軍勢で、高野山攻めが行われた。しかし、ほどなく、信長が本老寺の変に倒れたため、高野山はとりあえず難を免れた。続く、豊臣秀吉は、当初は、 高野さんに、治療の返還を迫るなど圧力をかけたが、当時高野さんにいた、武士出身の僧、目次期用護が、仲介者となって、秀吉に服従を誓ったため、国高は大幅に減らされたものの、高野さんは存続することができた。後に秀吉は王吾に帰依するようになり、治療を寄進し、また、防母,母の母代のため、山内に、西願寺、 現在の総本山金剛法寺の前身を立てた。西岸寺は、秀吉の甥い、豊臣秀寺が自陣した場所としても知られている。また、この頃は、武士の間で、高野山信仰が広まり、戦国大名が出資したシーンが数多く作られた。例えばシーンで宿望の高室院は、鎌倉時代の創建であるが、小田原北条氏が、団、古史、スポンサーとなり、北条氏の菩提寺となった。 同寺院は、北条氏の両国である武蔵、相模、伊豆三国を布教地域としていた。後北条氏が滅ぶと、当主の北条氏直は、高室院に陰性して、生涯を終えている。近世に入ると、徳川家が、新院の大徳院を膨大所、宿坊と定めたこともあり、諸大名を、はじめ多くの有力者が、高野山に、新、宿坊、玉や墓碑、 九洋塔などを混流するようになった。全長二キロメートルにわたる高野山の奥の院の山道沿いには今も無数の石塔が立ち並び、その中には著名人の母姫や九洋塔も多い。1 8 7九年に大火があり、七十の道者が消失した。平安期、石棺政治が盛んであった頃、高野山が浄土であるという信仰が起こり、その信仰が高まりを見せると、 上皇、天皇、皇族や貴族による高野山参家が相次いだ。上皇、天皇が外出されること臨行という。以下は高野山へ臨行された上皇、天皇の一覧。高野山は山中に開かれた宗教都市である。山内は西院国、谷城院国、南谷、小田原谷、本中の院谷、千住院国。 一神陰国、五の室谷、王城陰国、蓮華国の各地区に分かれ、それぞれに多くの寺院が存在する。これらの地区全体の生誕には、高野山の正門にあたる大門、重要文化財があり、地区東端には奥の意味への入り口である一の橋がある。信仰の中心になるのは、山内の西寄りに位置する、上状伽藍と呼ばれる、境内地で、ここには、近藤、 根本王道を中心とする同東が立ち並ぶ。その東北方に総本山混合法寺及び、高野山新言宗の宗務所がある。この他に、新院、達中と呼ばれる多くの寺院が立ち並び、高野山大学、霊峰館、各寺院の文化財を、収蔵展示するなどもは、工房大信仰の中心地である奥の院は、上実の一の端からさらに二キロほど歩いた山中に、ある。 マンダラの道場の井の壇上と、ボンゴ山がアーラーマの音訳で僧侶が集い修行をする完成正常なところの井の伽藍の団状伽藍で、あるが一段高い土地にあるため、今日では、団状伽藍と表記されることが多い。高野山内の西寄りの近道、根本王道、斎藤、三影堂などの立ち並ぶ一角で、高野山の聖地の一つである。ここは、 空海が在世中に道具を営んだところで、現在の書道等は大部分が江戸時代後期から昭和時代の再建であるが、新言密教の道場としての高野山の中核となる部分である。なお、壇上仮覧にはうにうという正式な参拝方法があり、それに習っておおむね以下の順番で道具を紹介する。五の室谷に所在、徳川家霊大は、 重要文化財で、徳川家康と秀忠を祀る二棟の平等が立つ。寛永二十年、一六百四十三年、徳川家光の混流、壇上画乱の東北方にある。一八百六十九年、明治二年、いずれも、豊臣秀吉ゆかりの寺院である、西岸寺と、京山寺、廃寺を合併し、金剛法寺と改称した。西岸寺。 定発寺は秀吉が、防母,母の母体のために、菊用語に命じて建立した。今後ポージの殿もは、江戸末期文久3年、1863年に再建された、東西54メートル南北63メートルの書院作り建築である。今後ポージの寺号は空海が名付けたもので、元来は、高野山全体を指す名称であったが、明治期以降は、 高野山新言宗の館長が住む、この総本山寺院のことを、剛ポー事と称している。とのもの事物の間には1680年兼行文、K の指示で制作された本尊工房大師座像が、祭られ2015年4月2日から5月21日に16年ぶりに、開庁された。その他、奥殿、1934年建立、別殿、1934年建立、 新別殿、1984年建立、アジカン、道場、1967年建立、半寮には、石堤などがある。和歌山県指定文化財となっているのは、大主殿一棟、奥垣院一棟、郷像一棟、首郎一棟、新善堂、病一棟、五間,間堂一棟、三門一棟、えげ門一棟の九棟と、それを取り巻く、籠ゴベ 表記は、奥院とされる場合もある。寺院群の東端にある一の橋から、中の橋を経て、五秒橋まで約二キロにわたる山道沿いに、無数の石塔が立ち並ぶ。五秒橋を渡ると空海入場の地とされる奥の院で、ある。一番奥には空海が、今も瞑想しているとされる、五秒があり、その手前には、信者が備えた、無数の灯明が揺らめく、灯労道がある。 空海は62歳の時、座禅を組み、手には大日如来の印を組んだまま永遠の悟りの世界に入り、今も高野山奥の院で生きていると信じている人もいる。死去、入弱、弱滅などと言わず、入場というのはそのためである。奥の院参道に沿って並ぶ石灯の数は10万基とも20万基とも、言われ、皇族から名もない人々まで、あらゆる階層の人々が競って、 ここに墓碑を混流した。日本古来の信仰では、山中は、高いであり、死後の魂の行くところであった。高野山周辺には、人が死ぬとその人の頭髪を奥の院に収める、骨のぼせ、骨のぼせという風習がある。こうした、古来の山岳信仰に、工房大師の永民する土地に墓碑を建てたいという、人々の願いが加わって、この石頭群が形成されたものと思われる。 奥の院には、佐竹義重玉屋、松平秀康及び道母玉屋、上杉謙信、継承玉屋の建造物として、重要文化財に指定されているものをはじめ、平敦盛、熊谷連成坊、小田信長、明智光秀、蘇我兄弟、阿光四十七氏、法年、新浪、初代市川段十郎、俳優の鶴田光二など、古今の様々な人物の墓碑や、関東大震災、 阪神淡路大震災、東日本大震災などの大規模な自然外の犠牲者、太平洋戦争の戦没者らを慰霊するための供養費、供養等がある。また、馬蕉や高浜巨子の区費もある。高野山内の人員数は総本山混合法寺と大本山法寺院を除いて117か、寺とされている。ただし、この中には、独立した道具としては現存せず、 寺名だけが引き継がれているものも含まれる。山内寺院のうち52か寺は宿坊寺院となっており、達中寺院と参拝者の宿泊施設を兼ねている。これらの寺院は平安時代には単なる層の住居である草案に過ぎなかったが、鎌倉、室町期以降に諸国の大名の記憶により現在のようなある程度の規模がある寺院に発展したものである。 国宝の他宝等を有する混合三枚院も宿望の一つである。転居、2000年平成12年までの指定物件については国宝重要文化財大前別館所有者別総合目録名称創作員統計資料毎日新聞社2000による。転居、2000年平成12年までの指定物件については国宝 重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。ユネスコの世界遺産、木遺産地の霊場と産経道、2004年7月、登録は、以下13件の文化財を含む。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。